こんがりと焼き上がった30ポンドをターダッキンソーセージを詰め物にしたターダッキンを4分の1カットして中が見えるようにしたものターダッキンはターキーにダックを詰めさらにチキンとフィリングを詰めて焼くアメリカ合衆国ルイジアナ州南部の料理ターキー、ダック、チキンのカバン語でありポールプルドームが商標を登録している動物の中に他の動物を収めて調理する技法は エンガストレーションと呼ばれ、中世ヨーロッパに起源があると考えられている。例えば18世紀にイギリスの富裕層の間では、七ナ面ナ鳥、ガチョウ、ニワトリ、ウズラ、ハトの五種を入れ子にしたヨークシャークリスマスパイが人気だった。また革命期フランスの美食家、グリモドラ・レニエールは、ローチ・サンズ・パイルという鳥類17種を入れ子にした料理を紹介し、 同様のものは古代ローマにも存在したと記している。ターダッキンという名前の起源については、モーリス村のエイベール、エスペシャルティーミーツという店が挙げられている。米国登録商標第140万6947号、アメリカンモーニング、ブルータルウェザーオンサンクスギビング、ウクライナビーイングトーニンオポジットディレクションズ、トランスクリプト、 CNN,2012 年11月22日閲覧。The process is called an illustration.That's not a very apart oyishing.Tarm for thanksgiving.But unimportant one because basically for what.That means is that you are actually stuffing one.Animal inside the other.And that process actually probably dates.Back to the middle ages.Yorkshire Christmas pie. 2015年3月5日閲覧。ターダキンタウン、モーリス、ルイジアナ。2015年3月5日閲覧。ありがとうございます。